ご機嫌いかがかな、我が友よ。ニュースを二つ持ってきたぞ。一つ、父上は退位し、私に王位を譲ることに決定した。そう、すべてがうまくいっている。もう一つ、騎士連合はもうすぐイナンナの公開裁判を始める。計画通りにその時が来た。私たちのものを取り戻す時だ。さあ行こう、ウェーブランへ。心配はいらない、妹はきっと無事だ。以上の証拠は、被告人であるイリア王女イナンナが自らの親衛隊に命じて、ウェーブランの民衆に対し人倫にもとる罪を犯したことを証明するものである。王女イナンナにはこの暴動の首謀者として逃れ得ぬ責任があるのだ。よって罪のない犠牲者を慰め、公平と正義を貫くため、被告人イナンナ・ゼノビア・サリフを極刑に処す。直ちに処刑の準備を。グロリア、何のつもりです？それはこちらのセリフだ。先遣騎士団団長オーギュスト、貴様こそウェーブラン事件を画策した首謀者であり、恥知らずな陰謀家にして殺人者だ。堅固な要塞になれば、うちより壊すべし。計算高いオーギュストだが、私がグロリアを使って対抗してくるとは考えなかっただろうな。グロリアはまさしく正義の騎士だ。たとえ私が仕向けなくても、彼女はオーギュストとウェーブラン事件とのつながりを見つけたに違いない。そして彼女が調べれば調べるほど、オーギュストは自身が事件とは無関係だと証明したくなる。例えば騎士連合の重要参考人を消したり、あらゆる手を尽くしてグロリアの調査を妨害したり、さらには私の妹を抹殺しようとしたり。出口なきこの無限ループは今この瞬間に爆発し、計画はクライマックスを迎える。騎士連合の共食いだ。騎
喫色。オーギュストこそがウェーブラン事件の首謀者であり、全てを引き起こした元凶である。何？どういうことだ？グロリア閣下。知れ者がそこまで言うからには証拠はあるんでしょうね。貴様は私の調査を妨害した上、証拠を隠滅し、証人を殺し、さらには同僚までも手にかけた。そしてティードンも卑劣で恥知らずの背信者、食いようのない堕落者め。いい加減にしろ。事実無根の誹謗中傷は許容できません。騎士たちよ、グロリアを武装解除させ、処刑の妨害をやめさせなさい。諸君、私の話に嘘偽りはない。諸君に帰したる者の誇りと信念があるのなら、いまだ正義と公平をなす使命を忘れていないのなら、少しでも人としての良心が残っているのなら、私を信じてほしい。私と共にオーギュストの邪悪な陰謀を阻止するのだ。私の命、名誉、そして私のすべてにかけて誓う。我が言に偽りなし、どうか私を信じてほしい。グロリア閣下、私たちは企みは失敗に終わったようですね。グロリア、どうやら騎士のほとんどは正しい判断を下したらしい。口先一つで黒が白になるとでも思っているのですか。我々はイリアの暴君を打倒して、この国に新たな命を吹き込んだのです。貴様がこの国にもたらしたのは陰謀と破壊だけだ。想像以上に面白い展開だ。天下の騎士連合がこうもたやすく瓦解するとはな。この侵入者たちは自らの傲慢さゆえに代償を払うことになる。高い高い代償をな。無理だろ。グロリアには証拠がないんだ。彼女の味方につく騎士もそう多くはないはず。しかしどっちが勝っても構わない。明日は内紛のニュースが世界中に広まる。そうなればあとは騎士連合による新政府への影響力を少しずつ切り崩し、最終的には完全に駆逐するチャンスをつかめるだろう。武力だけで私をおとなしくできると思ったか。自業自得だ。剣を振るしか能のない連中ね。よし、騎士の殺し合いが終わったら妹の救出に部下を向かわせよう。グロリア、グロリアは正直で高貴な騎士だ。
無事であることを心から祈る。だがこの状況を見る限り、彼女はここで死ぬだろう。グロリアに手助けしてどうする。オーギュストを倒し、その後は彼女が騎士連合を代表して私たちイリアを支配させるのか。彼女がどんな人であれ、国と国とのせめぎ合いの中で彼女個人の意思が何の役に立つ。聖騎士グロリアは常に騎士連合の一員であって一介の異邦人なんだ。イリアの内政に干渉し、イリアを侵略しようとする者の一人なのだよ。この共食いの茶番劇がなければ騎士連合の合法性を揺るがすことは到底無理だ。そうでなくては新たなイリアは生まれない。あるのはただの属国だ。我が友よ、君の気持ちはわかる。彼女は尊敬に値する人だ。それは私も認める。正義と公理を貫き、自己犠牲を惜しまない。彼女がイリア人だったらよかったのだがな。しかし、どう転んでも侵略者は侵略者なんだ。もうすぐ終わりそうだな。さあ、このゲートをくぐって私たちの未来を迎えよう。二人で共に肩を並べて新しいイリアを築こうじゃないか。